全然大丈夫です。全然大丈夫です。音入れますよ。はい。はい。おお。あ、こんばんは。こんばんは。違う、こんにちは。おはようございます。おはようございます。今起きたてで、ちょっとこすかせていただいたんですけど。ちょっと一旦起きたてか。大丈夫でしたでしょうか。全然です。はい、全然でございます。ちょっとじゃあ、自己紹介の方を、お願いしようかな。はい、あ、うん、坂入相馬です。スペシャーレのソムリエ見習いです。わー、お願いします。よろしくお願いします。ちょっと、お願いします。ちょっと声ガビガビなんですけど、今起きたばっかりで。坂よりくんだー。はじめまして。はじめまして。いや、ずっとお話ししたいなって思ってて。いやー、嬉しい。マジか。なんか、うちの同期がお世話になったみたいで。いやいやいや、こっちの方がね、お世話になってますから、本当に。いや、あれ見てましたよ、配信。ああ、あの、なぎさくんのやつね。はい。うん。さっきもね、なぎさくん来てくれて、本当に。あ、見たいですね。わー、スペシャーレだ。いやいや、もう先輩はとつ待ちしてるなら、ぜひ来させてくださいよ。いやー、マジで。なんか、35人来るまで。そう。そう。大変ですね。いやー、そうね。まあ、言い出した手前、やめることもできねえから。はいはいはい、うん。あ、こうして並ぶとあれだね。ポーズ一緒だね。うん。そう。あ、そう、身長一緒なんですよね。そういう。あ、そうじゃん。174センチなんだっけ。身長が、そう。うん、で、イニシャルも一緒っていう。S から始まって、黒髪で174センチでポーズも同じっていう。ちょっと、えらいこっちゃだね、それはね。共通点が。そっか。じゃあ一瞬ベスト脱ぐか、私もこれ。一瞬上のね、これジャケット脱いで、あ、もうほとんどでしょ。もうほとんど一緒だよ、こうなったら。もう上のトップス脱いだらもう。確かにベスト着てるのも一緒だ。もういよいよ、こうなるともういよいよ一緒よ。なんかすごい結構、ちょっと一部で話題になって。そっか。面白いなと思って。はい。すごいね。これなんか、デッキとかあるんですか会話の。あ、いやでもさ、はい、なんで来てくれたのまず。あー。そう。え、やっぱ、いやなんか、なぎさトラウトお世話になってたし、ちょっと俺も挨拶ぐらいしたいなーと、うすうす思ってはいたんですけど。うちのなぎさがお世話になっておりますみたいな。ですよ。保護者スタイル。いやなんかでも、なかなか機会もないし、こういう時じゃないと。なんかあんまり俺その、人に声かけるの苦手で。なんかコラボしましょうとか、なんか、お話しましょうみたいな。来てよ。私、すごい苦手で。私多分、はい、二次三次の中でも5本の指に入るくらい後輩のこと好きだから。ああ。いや、なんかでも、その、なぎさとの配信でなんかその、うん、私はもう焼肉製造機なんでみたいな、ことおっしゃってて。言ってたね、うん。じゃあ、ちょっと焼肉ごちそうになろうかな、みたいな。いいよ。一緒にご飯行く？いいのかな？うん。いや、もちろん、もちろん。うん。なんか単純になんか、はいはい、まあ、なんか、みんなとやっぱり、そのご飯というか、なんかね、こう、お出かけの一つや二つしたいな、っていう気持ちはやっぱりあるからね。はいはい、はい、うん。じゃあ甘えてもいいんですか？もちろん、もちろん、もちろん。いやー、ありがたい。いや、なんか本当に、いいね、なんか2時3時入ってから、うん、なんか先輩たちすごいあったかいなって。みんなさんは本当に優しくしてくださるから。いやでもなんか、それは、あれよ、本当に坂よりくんもそうだし、そのスペシャーレのみんなが、こう優しくしげ、したく、優しくしてあげたくなるようなね。はいはい。人望というか、素敵な人たちだからこそよ。いやいやいや、うん、いやいや、本当にこれから頑張っていかないとなって、先輩たちで。頑張ってる、十分頑張ってる。スペシャルで仲良さそうだし。うん。まあ、仲いいですね、ほんと。ね、ほんとなんか、軽くなぎさくんとかからもお話聞いたけど、本当にってくらい仲いいエピソードいっぱい出てくるから。いや、ほんとに、そうですね、仲いいですね、ね、多分。マジなんだろうなと思って。うん。まあ、ふっとしたエピソード話すだけでめっちゃ仲いいねって言われるんで、あ、そうなんだって思って。なんか、ほんとに、なんだろう、仕事のために仲良くしてるとかではそうはならんな、みたいな話とかいっぱい出てくるからさ。いいね、なんかでも逆に、その、まあ悩みじゃないですけど、うん、なんか仲良すぎて、うん、なんかこの仲良い関係がちょっとしたことで壊れちゃったらどうしようみたいな、そういう不安も逆にありますけどね。まあ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 、喧嘩、うん、ね。まあもしかしたらすることはあるかもしんないけどさ、そんな別にボルタもあったからさ。はい、はい、はいはい。
でも大丈夫、俺多分それでもちゃんと3代目行ってますから大丈夫大丈夫、いけるいける。まあ喧嘩するほどなんとやらとはよく言いますからね。いやそうっすよね。うん、そこは恐れず喧嘩してないな、うん、あいいね、それもそれでいいことだ、どっちもいいことだからさあそんなわけで、じゃあ会話デッキいきますか。はい、会話デッキね、あるんですよ。ね、一応1番から20番まであって、めっちゃありますね。そう、あのね、最初自前で10番まで作ったんだけど、はい、誰も来ない間にリスナーと話して20番まで増やしました。あ、追加してったんですね。はい、ね、出たのが、3710か。371020は出ました。371020だった。371020は出たかな、はい、そう、だからそれ以外。あ、まあ、でも、2が若干難しいかもしんないから。2が難しい。そうそう、2はね、ちょっと前提条件がちょっと合わないから、ちょっと、そうだね、2番以外の方がいいかも。うん。じゃあ。はい。10。お。いや、8で。18! 素晴らしい。すいません、8で。すいません、8で。8番。お、8番も。ごめんなさい、18、ごめんなさい、18じゃなくて8で、すいません。どっちも面白いけどね。8番いく。8番でお願いします。8番はですね、もしも自分がポケモンのジムリーダーになるなら。うわー、ちょっと待てよ。もしも自分がポケモンのジムリーダーになるなら。ポケモンのジムリーダー。はい。ほうほうほう。なるほど。まあ、まずタイプとかからですかね。そう。何タイプか。何タイプ？何番目のジムなのかも重要よ。あー。そう。何番目のジムで、その、何タイプなのかでやっぱいろいろ変わって、何タイプがいます？まあ、好きなタイプ、単純な好みで言うと、うん、まあ、悪タイプとか。おー。あと地面とか好きですね。ああ、私ね、なんかわかんないけどね、坂寄くん。はい。坂寄くんなんだろう。なんかね。ノーマルタイプとか。あ、でもね、ノーマルは普通に似合うかもな。なぜかね、ちょっと格闘タイプっぽいかもってちょっと思った。格闘っすか。なんかちょっとね。全然そういうの多分反対ですけど結構。マジで。いやもう全然運動できないですし。でも確かにノーマルタイプ似合うかもな。うん。なんかノーマルタイプ好きですね。ノーマルタイプいいね。ノーマルタイプのポケモン何いるかな。そうだな。で、何番目の自分がいい。でも序盤かなって、後半ではないかなみたいな。なるほどなるほど。2番目か3番目ぐらいの。いいね。2番目だとじゃああれだね。三段進化だったとしても純進化くらいだ。はいはいはい。うん。俺大太刀とか好きなんですよ。ああ。いいね、大太刀使ってほしい。大太刀良くないですか？使ってほしい。いや、めっちゃいい。大太刀は使ってほしいな。あと、まっすぐ馬とか。ああ、いいね。その辺好きで。うん。逆にあんまり最近のポケモン俺わかんないんですけど。そうだね。まあ、ベタに、ベタにイッカネズミとか。うん。ああ、それは知ってます。そうだね。イッカネズミとかは最近のポケモンだとザ・ノーマルって感じのね。やつでいいな。イッカネズミ、大太刀。まあ、2番目、3番目だったら、まあ、ジムリーダーだったらポケモン3匹くらいまで持ってるだろうから。あと1匹何かな。あ、シンプルにプリンとか。でもプリンちょっとエスパーっぽいんだよな。フェアリーか。ああ、確かに印象的には。プリンはちょっとフェアリーっぽいから。なんだろうな。なんだろう。あ、でも、ニャースとかもいいかもね。あ、ニャース。ニャースとか、ニャースか、スイーブ。はい、もう、シンプルイーブイ。あ、いいですね。なんか、イーブイを手持ちに持ってて、うん、なんか、再戦できるタイミングになったら、なんか、ちょっと進化してるみたいな。ああ、いいね。あの時のイーブイが。なくなっちゃうけど、みたいな。いいじゃん。かわいいよ。それは熱いわ。いいな。逆に私何タイプだと思う？でもイメージですけど、うん、でも悪エスパーとか、おー、その辺、ね、そっち行くんだ。なるほどね、うん、悪エスパーか、なんかシックなイメージやっぱあるな。あー、いいね。そうか、悪エスパーか、その辺かなーって。私悪エスパーか、うん、エスパーっぽいですね。エスパーか、
エスパータイプのポケモンなんだろう。エスパータイプなんだろう。エスパーってなると結構、まあ、5、6番目くらいにはなるよね、多分ね。なりますね。5、6番目だと多分そこそこいろいろ使えるね。エスパー、なんだろうな、でも、サーナイトとか使ってほしいな。わー、サーナイトは使いたい。ごめん、サーナイトは使わせて。サーナイトかな。なんか、フーディンよりはサーナイトかなっていうイメージです。サーナイトと、はい、私ね、実はポケモンの昔、ダイヤモンドパールの時に、はい、手持ちに入れてたのが私、ドータくんなの。うんうん。わ、ドータくんめっちゃいいですね。うん。あ、なんかちょっと鋼混じってるのいいな。なんかメタグロスとかもめっちゃいいかも。うん。あ、メタグロス。メタグロス。私、メタグロス使ったら強すぎない大丈夫かな。それこそ。事務戦の時はそのメタングとかでもいいかもしれない。ああ、確かにメタングならいいな、うんうんうん。メタングいいな。2匹目くらい、1匹目、2匹目くらいで、2匹目だな。2匹目メタングとか挟んで、そうだね。そうだな。で、ラストサーナイト。ラストがまあサーナイトだな。ドータくん、そうだね。ドータく、でも、だいぶ鋼み強いな。確かに。ドータくんも鋼なんだよな。鋼、いやでもなんか色が合ってるかなっていう、ちょっと、青っぽい感じ。あとなんだろう。あ、でもキリンリキとかかな。あれ、ノーマル入ってるけど。あ、でもバリアードとかも置いときたいな。ナッシーとか、あれエスパータイプじゃないですけど。ああ、草エスパーだね。うん。あ、エスパーありましたっけ？草エスパーみたい。はいはいはい。ナッシーとかも似合いそうですけどね。いいねなんか刺す感じじゃないですけど。確かに確かに。ナッシー一匹。じゃあナッシー。いると閉まるかなみたいな。ナッシー、メタングやっぱ強すぎるな。ナッシー、ドータくん、まあ、5、6番目としたら4匹はいていいはずだから。そうですね。ナッシー、ドータくん、ナッシー、ドータくん、キリンリキで、締めサーナイトだな。はいはい、でもなんか、話してて思ったんですけど、うん、なんか、四季凪さんってなんか、ジムリーダーっていうより、どっちかっていうと四天王の方が似合うかもしれないです。なんか話してて思った。四天王パターンいく？四天王の方が、似合いそう。四天王だと手持ちもう6匹まで組める子になるよ。いや、組んじゃったっていいんじゃないですか。四天王まで行くってなると、それこそ本当にメタグロス出てくるよ。出したっていいですか？四天王になるとまだじゃあ四天王パターンいこう。四天王パターンだったとしたら、サーナイト、メタグロス、まあ、キリンリキでもいてもいいな。キリンリキはまだいてもいい。はいはいはい、で、ナッシーもね、ナッシーでも逆に四天王まで行くときついか。なんかあれだな、リージョンとかで進化した後のナッシー。はいはいはい、リージョンとかの方のナッシーだとしたら、まあ、入れられるか。で、あと2匹。あと2匹。あと2匹。2匹何？なんだろうな。何？あ、でもね、私、ルナトーンとか欲しいかも。ああ、ルナトーン。うん。ルナトーン欲しいな。ルナトーン欲しい。うんうん、ルナトーン入れて。ルナトーンです。うん。アローラだとドラゴンになっちゃうのが。なるほど、ナッシー。ナッシー、じゃあやっぱ、もう、ナッシーはもう、しょうがない。一匹目だじゃん、もうナッシーは。ナッシーは一匹目だ、お前。ヤドキングとか。ああ、でもいいな。ヤドキングあり。ヤドキングはありです。ヤドンとか好きなんですよね、俺。だから、ここまで行くとどうなる？ナッシー、ナッシー、キリンリキがね、多分進化後のリキキリンってどうなんだ？でも、リキキリンだと思います。進化するんすか？あれね、スカバイだとね、進化するんですよ。へぇー。初めて知った。けど、リキキリン、あ、リキキリンもエスパーか。じゃあ、最終、ナッシー、リキキリン、ヤドキング、ルナトーン、メタグロス、サーナイトです。サーナイト。いや、いいですね。いいです。四天王の場合はそうなります。これから四天王として頑張ってください。私四天王なんだ。
ありがとうございます。これからも精進してまいります。いや、本当に頑張ってください。なんか、すごいなんか、いやらしい戦法を使ってきてほしいな。なんか、毒毒とかしてきてほしいな。わエスパータイプの、まあ、でも混乱とか打つか、ね。混乱とか、結構状態異常系使ってきてほしいな、技いっぱい。やりたいね、それはね。いやー、決まったね。これであれだ。お互いジムリーダーとか四天王とかやってもね、安心ですから。まあ、任せてください。一緒に頑張ろうね。これから、ジムリーダー四天王として頑張っていきましょう。はい。とりあえずまずは一回焼肉とか行きましょうか。ぜひ。お願いします。ありがとうございます。はい。